国民同盟、国民同盟、略称 AP はスペインにかつて存在した保守政党。フランコ体制終焉後の民主会後期にフランコ体制期の閣僚たちによって創設された。当初は政党の連合体として設立されたが、後に政党に転換した。1989年中道、民主主義、自由主義を掲げる諸政党を吸収し、 現在の国民党として再創設された。1976年10月9日、マヌエル・フラガイ・リバルネ、フェデリコ・シルバ・ムルニョス、ラウレアーノ・ロッペス・ロドー、クルス・マルティネス・エステル・エラス、リシニオ・デラ・フエンテ、ゴンサロ・フェルナンデス・デ・ラ・モラ、エンリケ・トマス・デ・カラン・サラが率いる7つの政治結社が合流する形で結成された。7つの政治結社のリーダーはいずれも、 フランコ体制の有力政治家であった。この七人のことをマスコミなどでは、ラスシエテ・マグニーフィコス、偉大なる七人の意と名付けた。1976年の政治改革法成立に、際しては、賛成に回り、同法成立の原動力となった。この七政治団体を中心に、その他の中道右派の中小政党が加わって、誕生した。百七十七年三月後六 7日、国民同盟は諸政党の連合体が参加して、その創設党大会を行った。党大会議長にはが、副議長にはがついた。党大会では、スペイン民主行動のフェデリーコ、シルバ・ムーニョスが、党代表に、民主的改革のマヌエル・フラガイ・イリバルネが幹事長に、選出された。同時に、スペイン民主、アルテルナティーブと、スペイン国民連合を除く。 すべての参加政党、政治団体は回答した。スペイン内務省の政党登録には国民同盟の決闘日は1977年5月4日で登録されてり、この日が後継政党である国民党の創設日ともされている。1977年、フランコ体制終焉後の民主化記書の総選挙が行われ、 国民同盟は1526,671票、8.34%の票を獲得、下院議席16、上院議席2を獲得した。ナバーラではの候補者を支援、カタルーニャではの支援を受けて結成された、選挙連合、コンビベア・コットラナを支援、ギプスコア県では、ファラン兵等の支援を受けたを支援した。 1978年1月国民同盟第2回党大会が開かれ、国民同盟統一党、パーティド・ウニド・デアリアンサ・ポピュラー、ポアップという名称での再結成が行われ、スペイン民主、アルテルナティーブとイビサ・フルメンテーラ自由党も、協力政党として名を連ねた。フェリックス・パストールを当初に選出、マヌエル・フラガは、幹事長に再選された。 1978年10月31日会員での新憲法案に対する採決では国民同盟所属議員のうち9人が賛成、2人が棄権、そして5人が反対票を投じたにもかかわらず国民同盟としては同憲法案についての国民投票については同憲法案への支持を求めた。このことによってスペイン民主行動は国民同盟から離脱し、また コンサーロ・フェルナンデス・デラ・モラは、スペイン国民連合の遠くびの座を辞した。1977年の総選挙の結果は、はかばかしくなく、国民同盟は、次期総選挙のための選挙連合の構築に、動き始めた。選挙連合の名称は、民主連合、略称、CD で、国民同盟の他に自由市民行動、進歩民主党、パーティード・デマクラティコ・プリグレシスタ、 スペイン変革、レイノバスヨン・エスポニョーラ、カタルーニャ国民党などが結集、首相候補には国民同盟のマヌエル・フラガがついた。総選挙の結果は、109万4438票、6.10%、下院議席10を獲得したが、1977年の選挙での国民同盟の獲得票を50万票、下回り、議席数でも6議席を失った。 上院での議席は3であった。1979年12月には国民同盟の第三回党大会が開催、マヌエル・フラガオ党首にホルヘ・ベルストリンヘを幹事長に選出した。また選挙連合で共に戦った自由市民行動は国民同盟に合流し、また同年4月に行われた自治体選挙ではガリシア州以外では惨憺たる結果であった。 1980年のカタルーニャ州議会選挙ではカタルーニャ連帯の候補を支援したが得票は6万4004票2.37%で議席確保には至らなかった。1981年のガリシア州議会選挙では勝利ヘラルド・フェルナンデス・アル・ボールがガリシア・自治州政府主犯に就任した。民主中道連合政権の打開後国民同盟は 民主中道等を構成していた、いくつかの党派、略称、PDP、略称 PL のほかいくつかの右派地域主義政党、略称 UV、ナバーラ住民連合略称 UPN、略称パート選挙連合、国民連合を結成し、次期総選挙の準備を進めていった。1982年の総選挙では、国民同盟は、アリアンサポピュラー、パーティドデマクラタパプヤラー、 国民同盟国民民主党として協力地域主義政党の地元では APPDP にそれぞれの略称パー UV、UPN を付加して選挙に臨んだ。また、バスク州では民主中道連合と共闘した。選挙結果は554万8107票、26、36%を獲得し、107議席を主中にし、野党第一党へと躍進した。 上院では民主連合時代より51議席多い54議席を獲得した。議席の内訳は国民同盟が下院84議席、上院41議席、国民民主党が下院14議席、上院10議席、ナバーラ住民連合が下院2議席、上院1議席、アラゴン主義党が下院2議席、上院2議席、そしてバレンシア連合には 会員に議席、そして会員に議席が元自由党で、この後、ウルを構成することになる独立系自由主義者に割り当てられた。1983年5月に行われた地方選挙では、バレアレス諸島州とトカンタブリア州の衆議会選挙で国民同盟は勝利し、両自治州の首相の座を手中にした。また、同時に行われた自治体選挙では、 第2位の座を確保50ある県とのうち12で市長の座を得た。当主のフラガと幹事長のベルストリンヘは1981年の第4回党大会以来、1982年第5回党大会、1984年第6回党大会、1986年第7回党大会で再任されたが、1986年9月、 コルヘ・ベルストリンヘは考え方の違いによって、幹事長職をアルベルト・ルイス・イコールがジャルドンに譲ることとなった。1986年の総選挙では、前回1982年の総選挙同様、選挙連合で選挙戦を戦った。今回の選挙連合の名称は、CP で民主連合、CD に参加したアラゴン党が離脱し、CDG が、 新たに参加した。候補者リスト筆頭は引き続きマヌエル・フラガであった。結果は524万7677票、25.97%を獲得、会員で105議席、上院で63議席で、再び野党第1党に終わった。議席配分は国民同盟が、会員69議席、上院44議席、国民民主党が、 下院二21議席、上院11議席、自由党が下院12、上院7、ナバーラ国民連合が下院2、ガリシア中道党が上下両院各1議席であった。1986年に行われた北大西洋条約機構、オタン加盟に関する国民投票においては国民同盟は危険、もしくは白票を投じることを訴えた。 1986年9月フラガイリバルネは、党内ナンバー2の幹事長に、ホルヘベルストリンヘに変えてを起用した。同年12月、11月に行われたバスク州選挙での惨敗を受けて、マヌエル・フラガは、党首を辞任することを発表した。フラガの辞任と、そして1982年と1986年の総選挙において2度にわたって、社会労働党、 その行人を廃した結果に終わったことは国民同盟に深刻な危機をもたらした。1987年2月第8回党大会が開かれが対立候補を下し党首に就任、そして幹事長にはが選ばれた。この年には国民連合を離脱した自由党が招かれている。1987年のラリオハ州とカスティーリアイレオン州、 の衆議会選挙においては、ラ・リオハ州では一票差の第二党で、PR とカスティーリア・イレオン州では同数の第一党の結果で、主中道連合とそれぞれ連立し、政権についた。会員議員ではなく、上院議員であったアンにニオ・エルナンデス・マンチャの党首への選出は、エルナンデス・マンチャに会員において直接的に首相のフェリーペ・ゴンサーレスと対決できなという、 はだ不都合な戦い方を強いることとなった。エルナンデス・マンチャは絶対多数を握っている社会労働党政権に対して不信任安定室という無謀な策を起とした。これは資格のないエルナンデス・マンチャに会員での討論を認めさせるように大衆に仕向けるための方便だったとの見方がある。結局1989年、エルナンデス・マンチャは党首の職を辞し、 フラガが再び党首に返り咲いた。そして、同年の党大会で、政党のより合い初代的な国民同盟から、より一体的な政党へ生まれ変わるために、国民党としての再決党が行われた。フラガは、初代党首に、が幹事長に選出された。この新生国民党再決党の過程で、1989年、キリスト教民主党、 国民民主党から再結成された都自由党が、そして1991年には、ガリシア中道党が国民党に合流した。また、同91年には、ナバーラ住民連合との間で、同党がナバーラ州における国民党の支部として活動する協定を締結した。1989年6月社会労働党のマドリード自治州首相、ホアキンデギーナに対して、 不信任動議を提出したが、身内から造反が出たため、最終的に失敗に終わった。1989年9月4日、ホセマリア・アスナール・カスティリアイ・レオン州首相、当時を直層選挙の首相候補として選出した。翌年4月にアスナールは国民党党首となり、フラガは同党創設者とされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。